最高に酒が美味しいシチュエーションってどんなシチュエーションだと思いますか。なるほど。うぶすな小マセ、こちら紹介したいと思います。うぶすなはね、何回も取り上げてるので皆さんご存知といった感じだと思いますが、まあ、小マセというね、もともとその熊本で江戸時代にね作られてた米を復活させて、江戸時代って本当になんか自然なものを自然に食べてた、まあ、いい時代だったんだろうなっていうのをこう連想させるよう なんか素朴なね魅力。僕らってずっとトゥーマッチに育ってきて、まあ、食だけじゃなくてお酒も、まあ、山田錦で作った香りの高い酵母で甘みがパンパンに膨れて一口のインパクトがすごい濃いものっていうものを、やっぱりこう昭和の終わり平成っていうのはまあすごく重宝された時代があって、それにやっぱ慣らされてる部分があるわけですね。ただそれでもそのド派手で重たい酒はくたびれたよっていう飲み手の人たちの流れもあるし、全国のまあ、もっていうのは世界のやっぱ食に対する考え方っていうものが過剰なことはやめようと、もう自然体の中にクリエイティブを落とし込んで楽しんでいこうというね方向にやっぱり時代が流れてる中で、まあ、こういったまあうぶすなのようなね在来種のお米をまあ自然農法で育てて、まあ、木桶木元で醸造したものを生酒でねお届けするという、まあ、ありのままの酒、そこにクリエイティブがバシッと効いてるという感じなんですが、これね今日の酒クエスチョンでそのシチュエーションっていうことなんですが、これちょっとねあんまりそういうこと好きじゃないなっていう人もいるかもしれないですけど、 When Wine っていうそのこうアプリを使ってまして、これ要はワインのそのこうバンナチュールとかのね世界でよくこう満月の日はどうだとか新月の日はどうだとかね、潮のね満ち引きもそうですけど、地球全体のバイオリズムがあって、その日によって例えばブドウを植えるとかね剪定するとか、いろんなその地球全体のバイオリズムに合わせてワイン作りをまあするという考え方と同じく、その飲み時っていうものもその時々によって変わってくるっていうのをこう教えてくれるアプリなんですけど、例えば今出てるのがこのフルーツ果実グッドフォーワインでイエスっていうふうにまあ出てるんですけど、まあこれは実際ノーの日もあるんですね。で最初教えてもらった時、いやいやそんなことないやろと思ってたけど、これがもう見事にハマるんですね。なんか特にやっぱりワインってその時々で飲む味がだいぶ違うなっていうのは思ってたんですけど、あ今日なんかいつもよりこのワインに味が開いとうなと思って見たら、もう果実の日とか花の日だし、まあそりゃそうだなと思いながら、まあそもそもね、まあ、地球っていう生命体の中に僕らもいるんで、まあ、僕らの体調が変わるのもその地球が変わるのも、まあ、そこはこうつながってるものなので、まあ、そのここで影響を受けるのっていうのはまあ当たり前だなと思いながら、まあ、いつも僕はこのアプリをね見てるんですけど、でやっぱこういうすごくピュアに作られた日本酒っていうのはもう本当またこれも影響されますね、まあ、こういったねうぶすなのほませみたいなのはやっぱり飲む日によって味わいの膨らみというかね広がりが変わってくるんですよね。なんかそれをね今天酒堂ギャラリーでその手腕にね注いで、まあワイングラスとか飲み比べとかしてもらうんですけど、なんかその日その日によってやっぱ反応が違うわけですよ、お客様ので。僕もそのもう一緒にそのテイスティングしていくんですけど、あこんなに違うのかみたいな。だから簡単に言うとすごくこう果実の日みたいに味が膨らんでる時はそのまあ甘みの差ですごくこうグラスを使った差が取りやすいですし、逆にすごいこう根の日とか開きづらい日とかっていうのはやっぱり酸味とかね苦味の差で味わいの差が出てくるわけですね、まあ、こういう、まあ、農業のね香りの強いお酒っていうのはね特にそういったこう有機的なものとのね親和性が高いと思うので、まあなんか騙されたと思ってファインワインあのダウンロードしていただいて、普段の酒飲むのもねちょっとこう一つ、まあ、余興みたいな感じでね、あ今日なんかすっげーうまいな、今日何の日だろうみたいな、あ果実だみたいな楽しみが1個増えた感じで使ってもらえるんじゃないかなと思いますんで、ぜひともいいシチュエーションをねそれで作っていただけたらなと思います。あらした。チャンネル登録お願いします。